上段が、新アニオ水道の導水管、下段が、クラウディア水道の導水管。新アニオ水道は、古代ローマの水道の一つ。皇帝カリグラが38年に建設を始め、約14年間の工事の後に、皇帝クラウディウスが52年に完成させた。クラウディア水道と同時に工事が進められ、水道橋の橋脚など一部の施設を、クラウディア水道と共用している。 この水道が完成したことにより、それまで単にアニオ水道と呼ばれていた水道施設は旧アニオ水道と呼ばれるようになった。新アニオ水道の水源はローマから8 7トル離れたアニオ川上流域の川である。建設当初の取水場所の水は濁度と色度が高く沈殿地が必要であったため、後に皇帝トラヤヌスが 少し上流のスビアー湖にある皇帝ネロが築造した3つのダムに水源を変更している。水量は1日あたり196,627立方メートルで、ラティーナ街道の7ローママイル地点にあった、ロカチを流れ出た後は、上下2段の導水橋を乗せた、水道橋の上側を用いて、ローマ市街地に達していた。洞水橋は、エスクイリーノの丘にあるミネルーアメィカ神殿の近くで、 現在のビットオリオエマヌエレに水広場内にある貯水槽に達していた。一世紀、急速な人口増加により飲用水だけでなく、邸宅や公共施設の集計用水も不足するようになったため、飲用水が目的のクラウディア水道とは別に、集計用水が目的のシンアニオ水道が計画された。そのため、取水ポイントの水質はそれほど重視されず、ローマ水道で、 最も水質が良かったとされるマルキア水道や、その次に水質が良かったクラウィア水道と比べて、アニオ水道の水質は悪かった。ローマ水道の技術書の著者であり、ローマ水道長官でもあったフロンティヌスによれば、水道の全長は 86.88km で、そのうち 72.96km は、地下の導水橋 13.91km は、 地上の洞水橋で構成されていた。ローマより7マイルストーンの場所からはすべて地上の洞水管となり、0 9 0トルは構造物内に9 6 1トルは水道橋、上の洞水橋を経由していた。また、水量は189,520立方メートル日であった。マッチョーレモンに刻まれた碑文の原文と日本語意訳を示す。は 開業を示す T.I. クローディアスドルジーカイ、ケイザークマスタスジャーマニカスポンティフ、マキシム、トリビューネチアパトステイト 12,COSV、インペラター x イ,イ、パーテルパトリエ、アキスクローディアム EX フォンテバス、クイボコバンチャーカーリアス ET クロシアス A ミリアリオ、XXXXV、アイテムアネナムノーボム A、ミリアリオローキシーズはインペンサインアーバム、 パージュセンディスキューリービット、新アニオ水道の水源からの経路、新アニオ水道の、ローマ市内における経路。ありがとうございます。